血を耐えで、おつるごとくに登るれば、木は生い延びていつか栄えん。弓の修繕をいたしましょうか。弓を強くいたしませんか。安全かな。さあな、海で妹を見かけたと。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。心配ない。志村様は殺されない。どうしてわかるの。かけがえのないお方だから、駆け引きに使うことができる。酒井様、ご無事で。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため朝物氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。太刀を鍛えて差し上げましょうか。また頼むぞ。その太刀が五分を運びます。もうこう島に長居するんだろうな。そうか。鎧を整えてもよろしいでしょうか。これで安全です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。道中どうかお気をつけ。猛虎は内輪もみをしてた。刀鍛冶をお探しですか。磨き上げましたよ。その太刀が。
こちらの精鋭を出せ。 竜像を吐く。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。 これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に精鋭ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。 石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。
櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍蔵。いかがでしたか。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。
他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくと火に気を取られるからな。音を立てるなよ。
だ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったな。さ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。話そう。何かあるはずだが。
빨리! 아, 지쳤다! なんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。おっしゃ、バーカー。実写、俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしか。だろ、火も回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。相手にはまだ足りぬ。よしよし。
勝負。 待たせてしまったな。 このご恩は決して忘れません。 もう安全だ。 お受け取りください。